記録チャンネル。さぬきロックチャンネルをご覧の皆さん、アトミックスキッパーボーカルの中野美優と。ギターのジンモンとベー、ウエストの久米と、ドラムの松本和樹です。はい、この度、私たちアトミックスキッパーは、さぬきロックに初出演いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。嬉しい。嬉しい初出演ということでですね。あの、こんなにね、うん、あの、素晴らしい大きいイベント、そして地方の。 地方でこうやって頑張ってるイベントに、自分たちも地方のバンドとして、こうやって出られるのが、すごく嬉しいです。うん、あの、そのね、商店街も、あの、今までライブハウス行くときに、たくさんお世話になってて。うんうん、あの、そういうところでね、ライブできるのをすごく楽しみにしているんですけれども、うんうん、その商店街、何か思い出ありますか、久米君は。そうですね。僕ら和樹が加入してから、確か初めて遠征行ったのが香川だったのかな、うん。そうです、ね、そう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 。はい。 それで初めて遠征行った時に商店街行ったんで多分4人でね初めて行動したそうかもしれないうどん食べ行ったよねみんな行った大体別々になってしまうからね確かにかいいいですけど入りたてだったからめちゃくちゃ興奮してたような気がするそうですねもう何か半ば旅行みたいな気持ちもありつつライブで行ってるんですけどもちろん。 その頃からね、サヌキロックって名前も、もちろん知ってたし。その頃からもう、本当に出たいっていう思いだったんで。ようやくということで。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、ありがとうございます。嬉しいです。はい、ありがとうございます。そんなアトミックスキッパーはですね、2022年の12月7日に。配信シングル、エメをリリースしております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、え、そう、この。 このシングルとってもね素敵なシングルになっているんですけれども和樹このシングル、はい、こだわりポイントありがすごくあって <laughs> あのレコーディングをした時に <laughs> もう結構バチっちばちにあのど泥沼にはまっちゃって <laughs> ドラムがあのだいたい6時間ぐらいもっとか6時間までそらかかりまくって。<laughs> うんあの すごいことになっちゃったんですけど、でもその分いい作品にはなりましたね。<laughs> <ん>だからまあこれも思い出すごいす、ね、確かにそうだね。はいそうだね。今この見てる皆さん多分この 全員聞いてくれててると思いいますし全員聞くださると思いますしそしてね全員讃岐クに来ていただけると思うんですけれどもそんな視聴者の皆様にねコメントございますかジムさん。ありがとうございます。でもそうだね香川の人たちだけがいらっしゃるとは限らないんですけども僕はもうずっと疑問なのが鳴門海峡のあの渦巻きはいつになったら見れるのかどこから見れるのか見たいので高速からは見えるのかな 見えなないのか今まででもこうやってねまだこうやって頑張って体出してないですよこうやってやって見てチェックしてるんですけど見れたことないんでどれくらいレアなんだろうっていうそしてそのきっと一年のうちに渦巻きを見れる回数よりも僕らが高松に行けてる回数の方が香川に行けてる回数の方が少ないのであの僕らのライブの方がレアなので渦巻きを見に来るぐらいのテンション感で意気込みでライブに来てくれればなと思います。 渦巻き見に来ると思えば、うん、県外の人も来やすいかな。<laughs> そうだね <laughs> なんれは。うずまきが見れます。僕らのライブでは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ね、そのライブ情報などなど詳しいことは、えー、公式ホームページ、ツイッター、SNS やっておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、それではアトミックスキッパーでした。